焙煎は染色の過程において、染料を繊維に定着させる工程のこと。染料につける前に繊維を処理する先焙煎と、染料につけてから処理する後焙煎。染色と同時に、焙煎処理する同時焙煎に分類される。焙煎を要する染料を焙煎染料、焙煎に使う薬品を焙煎剤という。ウコンやき肌など焙煎を要しない例外もあるが、 天然染料の多くは焙煎を必要とする。アリザリンの結晶アカネは古くから染色に用いられてきたが、1804年頃にイギリスの染料業者がアルミニウム明板で先焙煎処理する方法を開発した。1826年に色素のアリザリンが分離され、1869年にアリザリンの化学構造が解明されると構造の似た。 焙煎染料が数多く開発された。焙煎染料が水に難用である欠点を改善するため、1889年に染料分子中にスルホ元などを導入して水溶性を改善した酸性焙煎染料が開発され、従来の先焙煎に加え同時焙煎、5焙煎も行えるようになった。有機焙煎剤としてはタンニンやチオフェノールなどが用いられる。 無機媒洗剤としては4範囲、または6範囲の金属イオン、中でもアルミニウムイオン、鉄イオン、クロムイオン、銅イオン、鈴イオン、ニッケルイオンなどが主に用いられる。具体的には、ニクロム酸カリウム、塩化鉄、塩化鈴、病板、硫酸銅,酸銅、酢酸銅、酢酸アルミニウムなどが使われている。中には劇物に該当するものもあるため、 趣味の染色工芸などでは、天然材料である金やアクなども使用されている。大島紬などでは泥に含まれる鉄分で焙煎を行っている。動物性繊維では、タンパク質を主成分とした繊維についた色素を覆うように封じ込め、色落ちを防ぐ。植物性繊維では、繊維を覆うタンパク質の除剤と色素の間に入り込み、染料を固着させる。 使用する焙煎剤によって発色が異なり、一般に重い金属では暗い色に仕上がる。ありがとうございます。